アンリ・バスロンは、フランスのカトリック宣教師で、パリ外国宣教会員。カトリック、大阪教区の第二大司教を務めた。オートイコール・ロワール県クラボンネオで生まれる。母のイザベル・クラベルは、1794年6月17日に、ピュアン・ベレー大修道院長、アントワーヌ・クラベル、妹のキャサリンと共に、ギロチンで処刑された、ジャンバプティスト・クラベルの孫娘であった。 フリーブ・シャランサックにあるシャルトルーズの昇進学校で学び、1873年9月23日にパリ外国宣教会の神学校に進んだ。1877年4月22日、ベルナール・プティジャンによって司祭に除外された。同年5月17日に日本に向けて出発。1879年の終わりに彼は岡山市の学校でフランス語の教師になり、 1885年に大阪に配属されるまでそこに泊まった。1888年にフェリックス・ミドンによって市教僧代理に任命された。1891年に彼は声を設立し、1946年に大阪教区の雑誌になる前に京都で最初に出版された。2013年に廃刊となった。フェリックス・ミドンの死後、公認に任命された。 活動期間は短く、彼は41歳にうち出血で亡くなった。クラポンヌスル・アルソンの街の通りには、彼の名前が付けられている。ヘンリー・バスロン、ハット・アナール・デ・ミッションズ・トレーン・ジェアーズ・デ・パリ、デビュー、ジャンビエ1938、P5、ラクロワ、10アブリル2013。ありがとうございます。